はい、速稼塾の久保でございます。誰もがね、たくさんのお金を稼ぎたいとか、自由な時間が欲しいとか、もしかしたら可愛い女の子と付き合いたいなとか、いろいろ思うと思うんですよね。で、こういった自分の欲望を叶える方法って、実はね、ものすごく簡単な小さな一歩から始まるんですよ。どういうことを感じればいいかっていうと、もしかしたらできるかもしれないっていうふうにね、思うことなんですよ、最初の一歩で。でも多くの方は、前回吉田さんが言われたように、どうせ無理っていうのが第一歩なんですよ。どうせ無理というのは、世界の誰もが言ってないんですよ。誰もがあなたに成功することを禁じてないんですよね。月収100万、200万稼ぐことを世界中の誰もが禁じてないんですよ。誰が禁じてるかというと、自分自身が自分の欲望にストップをかけてるんですよね。だから私は欲望をもっともっとあらわにして、その自分の欲に対してね、正直に生きていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。私が思いに、欲望ってものはね、最も純粋なものだと思うんですよ。自分が心から望むもの、それがですね、お金を稼ぎたい、自由な時間が欲しい、多くの男性を従いたいとかね、自分の部下とかね、なんかこう夫を組みたいとかね、それから可愛い女の子と過ごしたいとかね、いろいろ思うと思うんですよ。これは全てもしかしたらできるかもしれないって思うところから始まると思うんですよね。で、ちょっと私のことを話させてもらいます。実は私はですね、今日収入がありました。まあ当たり前なんですけども、30万ほどの収入と45万ほどの収入が2本ありました。いくらになると思いますかね。75万なんですよ。で、私はまあ嬉しいんですけども、特にもう今は驚かないというか、一生懸命セールスしたわけでもないですしね。じゃあこれに対して何かね、拘束されたような時間を持ったかっていったらそうでもないですし、本当にね、私がですね、朝起きて大和くんの子育てをしながらね、一緒に楽しく過ごして、通販でなんか欲しいものを買ったりね、これから夏になるんで、私ね、家庭用のプールを、ちょっと大きめのプールを買おうかと思うんですよ。で、プールを買うと日差しが強いんで、今度パラソルをね、買わないといけないなと思って、3メートルのパラソル買ったんですよね。まあ、こんなことを考えながら、収入は75万という形でございます。今日1日でですよ。で、もちろん今日までの毎日の中でも売り上げが立たない日はないんですよ。不思議ですよね。私こうやって動画を撮って話してるだけなんですけども、毎日何かしらの売り上げが立って、日によってね、数万から数十万ってなりますけども、今そうですね、売り上げが2万以下の日っていうのは1日もないですね。もうね、ずっと何年もないです。で、だからといって逆にですね、今年、去年もそうかな、2019年になって、まあ2019年あったか、売り上げが100万以上の日っていうのはもうそんなにたくさんないんですよ。で、コンスタントに10万前後とか30万前後っていうのが毎日の私の、まあ、売り上げといいますかね、ほぼ利益という形になります。で、これがなんでね、こういうふうな当たり前が起きたかっていうと、もしかしたらできるかもしれないって最初の一歩で思ったんですよね。いや、きっとですね、自己アフィリエイトを覚えた時って、もしかしたらというよりも、これは1億円稼げるに違いないというぐらいの強い思いがありました。そしてですね、そこから私の理性が分解したんですよ。1億円稼げるかもしれないけども、待てよと、3年ぐらいかけるとして1日いくらの利益が必要なんだ。そう考えたら1日10万円の利益だってことになったんですね。1日10万円の利益を稼ごうと思ったら、麻雀店やってる場合ではないとはまず思いました。どっかに働きに行ってる場合ではないと思いました。で、そう考えると、自分のビジネスを発動させるしかないかなと思いました。それも経費のかからないインターネットビジネス、売上が10万なら利益が10万みたいな形ですよね。で、それまで私は物販とか、それから食品の加工販売とかね、様々なことをしていました。そして訪問販売も粗利率が高かったんですよね。まあ、ですけどね、やっぱりね、ほぼ 100% っていうのはなかったですね。でも今私の常識では、粗利が悪いなと思ったら 80% の粗利、粗利がいいなと思ったらほぼ 100%、 この80から 100% の値入れ率で勝負してるんですよね。で、基本的に粗利が 50% とか 60% とかね、30% とか 20% っていうのは、もうこれはね、ボランティアの世界だと思ってます。もちろんやらないことはないですけども、相当サービスとか商品を提供したい人に、もう今日は商売抜きだっていう時に、そんな価格になりますよね。で、私が何を言おうとしてるのかというと、まずその自分の常識はどこにあるのかなってことなんですよ。月収20万30万を、まあ、やりくりするのが常識だと思えば、多分月収100万の世界とかって、本当にね、まず第一歩で無理だと思うでしょ。でも私はね、そうは思わなかったんですよ。いや、逆にですね、ものすごい速度で借金ができたと考えたら、
この借金っていうのは結局私の借金は誰かの所得になってるんですよね。っていうことは裏側では私の借金とか利息ってものを受け取ってる人がいるはずなんですよ。そうなるとその人は私と真逆でですね、毎日毎日2万とか3万とか時には5万10万っていう風なお金を受け取ってるはずなんですよ。私が払ってるわけですから。そう考えたら、あ、もしかしたらできるかもしれないと思ったんですよ。一番最初に私が目をつけたのはですね、金利ですね。私は月末になると金利を払う側だったんですよ、ずっと39歳まで。で、40歳から金利を受け取る側になりたいなと思って、現在は、まあ、一部ですけどね、金利を受け取る側になってきます。月末になればなるほど入金額とかね、あらりの入金額ですよ、これが大きいわけですよ。月初、月の初めっていうのはどちらかというと支払う、経費を支払うことが多いんですよね。まあ、プールが欲しいなとかね、パラソル欲しいなみたいな感じです。それから1ヶ月分の仕入れとかで、5月は冷凍庫も買いましたね。冷凍庫110リットルの冷凍庫買って冷凍も詰めておこうかなって感じですけどね。そういった感じで、月の前半は消費、月の後半はどちらかというと売り上げあらりっていう形になってますね。まあ、このサイクルが当たり前に起きてるんで、私はね、これがね、壊れることがあんまり想像できないですね。本当にですね、朝シャワー浴びるじゃないですか。で、この戸棚を開けると T シャツが並んでるんですよ。これもそうですけども、そのぐらい当たり前のことなんですよね、売り上げが上がるっていうのは。でも私は一生懸命選択をしてるわけでもないですし、一生懸命どっかでね、人を集めてビジネスしてるわけでもないんですよ。ずっと同じです。世の中は申し訳ないですけども、自粛みたいなムードの時も、まあ特に不自由はなかったというのが本音です。というのが、もともと自粛してるのもんなんで、家からほとんど出ないですからね。まあ、そう考えていくと、私は10年ぐらい前ですかね、ビジネスを転換する時が来て、あれが全てだったなと思いますよね。2013年、小さな一歩を踏み出して、もしかしたらできるかもしれないと、自由な時間を満喫しながら、そして自分の望む所得ね、だいたい月収で悪い時で100万、良くて300万みたいな感じで、平均200万前後ってものがずっと続けば、まあ不自由ないなと。私は誰かとね、頂点で勝負するわけでもないですし、まあ、どっかでね、人形の人物になるために有名人と張り合うわけでもないし、テレビ業界を目指してるわけでもないし、まあ、なんとなくね、自由ってものがあればあとは何もいらないやと思いながら今もこうして過ごしてるわけなんですけども、いや本当にね、40歳になって私の人生はまるで別人のように動き始めたかなと思います。全てはもしかしたらできるかもしれないって思い続けた、それだけなんですよ。もしかしたら自分も借金を返せるかもしれない、もしかしたら家庭を持てるかもしれない、もしかしたら子供が生まれるかもしれないと、全てもしかしたらっていう小さな希望を大きく叶えてきたということなのかなと思います。もちろんね、私ごときの人生っていうのはそれほど珍しくはありません、ただ単にね、家があって、奥さんがいて子供がいて日々のんびりと過ごしていると、それだけ見ると本当単純と言いますかね、吐いて捨てるほどあるような例だと思いますけども、肝心なのは私は39歳まで誰よりも不利な状況を生きてきたってことだと思うんですよ。で、今私の弟子の中にガチンコマッチョクラブのね、ミスター M さんっていうのがいますけども、彼もホームレスから脱したわけなんですよね。ホームレスから私のところにやってきて、で、体重100キロで、まあ自称デブで筋トレを始めて、今体型がプロレスラーみたいにシュッとなりましたね。肉付きの糸から肉がついて、お腹ギュッとね、縮まって、それから体重100キロの彼はもういなくなりました。そういった感じで、もしかしたら自分にもできるかもしれないと思って、ずっとそちらの方に向かっていった結果、もしかしたらが本当にできたになったと思うんですよ。まあ、他のね、塾生の中にも、もしかしたらできるかもしれないっていうふうに思って、私のところに来ていただいて、私がそれは実現するはずだよと、現実化するよというふうにずっと語りかけて励ましていったところ、それに近いような状況になったってことは起きますんで、まあ、私のね、速稼塾のちょっと話を最後にさせていただくとすると、速稼塾っていうのは、ただね、来てる情報を見てるだけではお金になりません。どうすればいいでしょうかと、これでよろしいでしょうかっていう形で、どん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 私にね、ぶつかってきていただく、向かってきていただく。その中で私の返信っていうのが集客とか売り上げにつながっていくということなんですよね。まあ、まさにね、そういうふうにやっぱ速稼塾っていうのはできてますんで、私に対してアプローチする回数が多ければ多いほど、私からのアウトプットもどん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 ね、ぶち込まれていって、私の脳みそとか人生にすごく近くなっていくんですよね。で、あとはそれをそれぞれの人生にカスタマイズして、自分らしい人生の色にしていただければいいかなと思います。私の人生がね、成功例ではないですからね。私の人生は成功例ではないですけども、まあ、大きなね、マイナスから抜け出した、そういうふうなね、ストーリーを見ることができます。そしてその動機っていうのは、もう一回言いますけども、
もしかしたらできるかもしれないという小さな希望なんですよ。小さな希望をね、ぜひ大きな確信に変えていただきたいと思います。これからも億万長者合宿、どうぞご覧くださいませ。